中島春夫、中島春夫、中島春夫、1929年1月1日から2017年8月7日は、日本の元俳優、スーツアクター、スタントマン。愛称は、春ちゃん。趣味、特技は水泳、潜水、スキューバダイビング、柔道。山形県酒田市出身。実家は肉屋で、5人兄弟の三男だった。水泳、 すもりが得意で、後のゴジラ役では、大いにこれが役だった。三男坊で、家業は告げず、小学校卒業後に、横須賀へ移る。1943年、昭和18年、14歳で、横須賀の海軍航空技術省の養成所に入る。養成員、ヨカレンとなり、発着機部、カタパルト担当配属となる。 つぶらやエイや有川さだまさと、同じく、飛行機乗り死亡だった。1945年、昭和20年、16歳。終戦となり、実家へ戻る。家業を継いだ兄が、まだ復員しておらず、肉屋を1年間手伝う。1946年、昭和21年、17歳。兄が復員したため、よかれんの同僚の紹介で、三沢飛行場で、 新中軍の物資輸送トラックの運転手となる。1947年、昭和22年、18歳。新聞広告を見て、映画俳優学校という俳優養成所に応募し、東宝や新東宝などの映画撮影所に出入りするようになる。1949年、昭和24年、20歳。黒沢明監督作品、野良犬』で映画に初出演するが、 編集で出演シーンをすべてカットされてしまったため、幻のデビュー作となった。1950年、昭和25年、21歳。俳優学校の講師からの誘いで東宝に入社。同期生には、広瀬昭一、丹波哲郎、高倉美紀らがいる。役のつかない、いわゆる、大部屋俳優となる。当時の東宝は、賃金不払いが状態化しており、 運転手時代の貯金を切り崩しながらの不安定な立場だったという。こうした状況から組合に加入し、映画界の労働葬儀にも加わっている。1953年、昭和28年、24歳。太平洋の足での攻撃機航空兵役で、日本で初めて体に火をつけてのファイヤースタントを演じる。当時、日本には、スタントマンという職業は、まだなく、 吹き替えと呼ばれていた。この時期、数々の吹き替えをこなす。1954年、昭和29年、25歳。日本初の特撮怪獣映画、ゴジラで、主役の大怪獣、ゴジラの中島曰く、ぬいぐるみ役者、スーツアクターを務める、この起用については、前日のファイヤースタントを見た、監督の本題資郎に褒められたことがきっかけでは、ないかと。 中島は10回している。以後18年間にわたり、ゴジラシリーズでゴジラを演じた、ゴジラハイとして有名になる。また、ゴジラ以外の怪獣映画でも主役の怪獣役を演じる。1956年、昭和31年、27歳、空の大怪獣ラドンでラドン役を演じ、日本初の本格的なワイヤーアクションを演じる。1965年、 昭和40年、36歳。三大怪獣地球最大の決戦公開後、松屋デパートを皮切りに、撮影用の本物のゴジラを着てのキャンペーン巡業が始まり、大阪や名古屋など各都市でゴジラの実演を行う。同年、監督のつぶらや英二から直接、辛抱、TV 番組をやるからちょっと助けてくれと声をかけられ、つぶらやプロダクション初のテレビ特撮作品。 ウルトラ級で、怪獣、ゴメス役を演じる。以後、ウルトラマン、ウルトラセブンにも、怪獣役などで出演したほか、怪獣ショーの立ち回り指導も行っていた。1971年、昭和46年、42歳。東方から、専属契約解除を言い渡され、その後、東方撮影所脇の東方経営のボーリング場に、勤務。 1972年、昭和47年、43歳。特撮スタッフから立っての願いを受けて、地球攻撃命令、ゴジラ対、外岸でゴジラを演じる。この作品を最後に、ゴジラのぬいぐるみ役者を引退する。ボーリング上閉鎖の後は、東方経営のマージャン店の店長を務めた。マージャン店のほか、東方競営企業や東方日曜大工センターで、勤務していた時期もあった。 2011年、平成23年、アメリカ合衆国ロサンゼルス市より市民栄誉賞を受賞する。2012年、平成24年11月、出身地である坂田市より第1回坂田ふるさと栄誉賞を受賞する。2017年、平成29年8月7日、肺炎のため死去。2018年、平成30年3月5日、 現地時間で3月4日、米ロサンゼルスハリウッドのドルビーシアターで開かれた第90回アカデミー賞受賞式の追悼コーナーで、他の映画関係者の個人らと共に追悼された。ゴジラを演じることになった経緯は、先輩俳優の手塚克実と共にゴジラスーツを着て、歩行テストしたところ、中島が10メートル歩けたこと、手塚は3メートル程度歩いた後に、 国会議事堂セットにつまずいて倒れたであると語っている。また、太平洋の足でのファイヤースタントを、つぶらや英二が心に留めていたからだろうと語っている。1954年の一作目のゴジラは、最初に完成したぬいぐるみが150キロ近くもあり、一度転べば、自力では立ち上がれないようなものだったが、軍隊で鍛えられてますからね、別弾道ってことはなかったですよと語っている。 日本初の大怪獣ゴジラを演じるにあたって、どんな動きをすればリアルに見えるかと悩んだ。つぶらやからは、キングコングのフィルムを参考に見せられたが、まだはっきりイメージがつかめず、仕事の合間に、上野動物園に日産して、動物の動きを研究した。エテコーは、参考にならなかったが、ゾウやクマは、非常に参考になったという。中島的なゴジラの動きとは、脇を開かず、 つま先を蹴り上げて足の裏を見せないよう歩くことだという。また、怪獣に入る際には必ず頭に汗止めの豆絞りの鉢巻きを巻くのが常だった。当初は造形日誌の回、嫁栄座や前述の手図からと変わる変わる入ったゴジラのぬいぐるみだが敵怪獣との格闘場面のあるゴジラの逆襲からは立ち回りを考えた中島の要求によって完全に 中島の体格に合わせたオーダーメイド仕様となった。ゴジラを改造してウルトラ級に登場したゴメスやウルトラマンに登場したジースも中島が演じている。怪獣を作るスタッフたちのいる特備カには始終で入りして互いに意見を交換し合っていた。昼間の撮影が終わった後は残業している都市密定造や造形スタッフをねぎらいによく一升瓶の酒と バニクキロを買ってきて、焼肉をご馳走していた。彼らと酒を組み交わすのが体調維持の秘訣だったそうである。新しいゴジラが作られる際には、必ず中島が試着して転げ回り、脇や股の部分を破いて、そこに、待継ぎ布を縫い込ませて、動きやすいようにしていた。また、かかとに木製のヒール部分を入れさせたのも中島の工夫である。 このヒール部分を入れることで、トンボが切れるようになったという。腰のひねりによって、ゴジラの尻尾を動かす技も編み出し、怪獣の尻尾を中から動かせるのは僕だけですよ、とコメントしている。ゴジラの尻尾の付け根には、頭部ギミック用の自動車用のバッテリーが内蔵されており、慣れてくると、縫いぐるみに入ったまま、このバッテリー部分に腰掛けて、待ち時間の間に、居眠りできるほどだった。 つぶらやからは、春望と呼ばれて、可愛がられた。怪獣同士の格闘は、相手役と打ち合わせ、中島が立ち回りを考えていたが、つぶらやは中島に、全幅の信頼を置き、すべて黙って任せてくれて、全く口出ししなかったそうである。キングコング対ゴジラで、コングがゴジラを背負い投げする豪快なシーンがあるが、これも、コング役の広瀬正一と打ち合わせて、 ぶっつけ本番で行ったものである。柔道は二眼の腕前で、上背はあまりないが逆三角形の流々たる体格だった。当時の東方にはトレーニングルームがあり、ヒロセラとはここでバーベルなどで常に体を鍛錬し、撮影に備えていたという。ゴジラ以外で印象に残っている怪獣はフランケンシュタインの怪獣さんだ対ガイラのガイラだと述べており、 この怪獣では初めて中島の顔の型が取られ、怪獣の顔面が作られている。後に反乱するテレビ怪獣たちには、動きがギャング的というか、軽すぎて、あれじゃ怪獣の動きとは言えない。単に軽いだけだと苦言を呈していた。怪獣のぬいぐるみは重くなければいけないものであり、重い怪獣を軽装に演じるのが、本来の怪獣演技だとの主張である。 ゴジラのぬいぐるみは、一本撮影する間に、中島の激しい立ち回りでボロボロになり、新作ごとに作り直していた。平成のゴジラが何度も使い回されているのは、立ち回りが足りない証拠だと語っている。50歳までゴジラを演じるつもりでいたが、つぶらや英二の死に、ゴジラも、おしまいか、とショックを受ける。特撮スタッフの中野秋吉らに説得され、つぶらやの死後に制作された。 ゴジラ対、ヘドラと地球攻撃命令、ゴジラ対ガイガンの2作でゴジラを演じた。この後もゴジラ役として呼ばれることを期待して、東方の子会社で働いていた彼、抜きでゴジラ対メガロが制作されたため、ゴジラ役は自然消滅したと語っている。前日の通り、東方では大部屋の俳優、契約の正式な故障は B2 として、 仕事をこなしていたため、素顔で出演するときは、創作隊員や、ガラス吹きなどといった、名前のない配役が多い。ゴジラのぬいぐるみはメカニックが仕込んである頭が一番重く、海に飛び込むシーンの撮影では、飛び込んだ後、水の中で逆立ちするような姿勢になってしまうそうで、カットの合図と同時に、スタッフが救助に来るまで、中島はじっと動かずにこの体勢で息を止め、 助けを待っていたそうである。キングコング対ゴジラのラストでコングと組み合ったまま海に落ちるシーンでは、落下の勢いで気絶してしまい、もう少しで溺死するところだった。また、空の大海中ラドンの再開橋をへし折るシーンでは、体育中にぬいぐるみの吊り下げに使う滑車が外れ、数メートル下のプールにぬいぐるみごと落下してしまったそうである、気的に怪我はなかったという。モスラー対。 ゴジラのゴジラが埋め立て地から徐々に姿を現すシーンの撮影の際には中島の演技に感動したスタッフたちから拍手が起きたという特技の素潜りが長寿、スキューバダイビングの免許を取得していたヨカには同じく免許を持つ坂野義光監督らと共に有川さだまさや富岡曽隆ら撮影スタッフを引き入れてスキューバを教えていた ゴジラ俳優としての知名度は世界的であり、海外ではミスター・ゴジラとの愛称で親しまれている。主にアメリカのファインイベントなどでの公演以来は引きも切らず、近年たまった公演料で家を建てたそうである。キングコングの逆襲の後、ハリウッドからキングコング役として破格のギャラでオファーがあった。本場で演技ができると中島本人も大乗り気であったが、 つぶらやに、何言ってるんだ、次回作が控えてんだぞと一周されて断念した。2014年5月16日に全米公開されたゴジラゴジラ、日本では7月25日に公開の横須賀基地上映会に招待され、ファンと記念撮影等を行った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。